ジャン一世は、第四代ブルボン公クレルモン博。ルイ二世とその妻のフォレジョ博、アンヌの長男。継承前のクレルモン博時代の1400年に、ベリー公ジャン一世の娘マリーと結婚し、オーベルに公くらいとモンパンシエ博位を得た。この結婚で、ベリー公の主語二つの領土は、クレルモン博とマリー夫妻に相続されるが、二人の、 男系子孫が断絶した場合はこれらを含むブルボン家の所領をすべて王家に返上する条件が決められた。二人の間には三男が生まれた。1410年に父が亡くなり、ブルボン公位を継承、同年にシュートノベリー公、アイムコのアルマニャック派クベルナール7世、オルレアン公シャルルラと共にアルマニャック派に加わり、ブルゴーニュ派を率いるブルゴーニュ公ジャン1世と衝突。 1411年のピカルディ攻撃、1412年のイングランドとの密約、1413年のカボシュの反乱に乗じたパリダッシュに加わった。1415年にアジャンクールの戦いでイングランド軍の捕虜となり、ロンドンで旅衆として1434年に死んだ。所領は妻マリーが管理していたが、1416年に、 ベリー公が死んで受け継がれるはずだったオーベルニュと、モンパンシエの継承を王家が認めなかったため、これらが息子シャルルに受け継がれるには9年後の1425年までかかった。上田、P29,P52,P54. エチュベリー、P74,P75,P77,P78,P81,P82. 清水、P86,P87. エチュベリー P94 清水 P98 上田 P93 P127 P128 ありがとうございます。